皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は七夕ショーの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータになりますが、ゼービントやミヤビランベリのように重賞で活躍した勢いそのままに、ここでも活躍する馬もいれば、片や去年のメドラークやアスカクリちゃんのように重賞でもオープン特別でもさっぱり活躍できなかった馬が突然活躍するなど、つかみどころがないレースとなっています。こういう場合はどこからでも買えそうですけれども、ひとまず目立ちやすいデータを探していきたいと思います。こちらが年齢別のデータとなりますが、この点においては他の重賞と変わらず若い馬の方が断然有利です。7歳以上で馬券に絡んだのは去年のメドーラークと3年前のダーコール、6年前のタガノエルシュコと10年前の北高パドゥーシャというように、続けてくることはありませんですし、副賞率も 10% 割っていますので、頭数の割にちっとも馬券に絡みません。ただ馬券圏内に来た時の破壊力が強力で、単勝万馬券の去年のメドーラークがまさにそうでした。今年は5歳から6歳のメンバーが多い中で、ゴールドサーベラス、ソウルインパクト、ベルキャニオン、マルターズアポジーと揃いも揃って人気がなさそうな馬が勢揃いです。ただし21世紀に入ってからは7歳以上が複数と馬券に絡んだ例はありませんので、買いすぎには注意した方が良さそうです。続いてはこちらです。先週もっと重く受け止めておけばなぁという大反省の金量に関するデータです。こちらが過去10年の金量別のデータですが、57キロが5勝していたり、52キロもイタリアンレントとドモナラズが勝っており、軽ハンデだろうがハンデが見込まれていようが活躍することが見ては取れますけれども、注目すべきなのはここ、ハンデ戦ならではの数字です。 57.5 キロなどの 500グラム 加算された馬たちについてです。なぜだかその500グラムを足された馬たちが人気にもかかわらず成績が出ていません。特に人気馬にその傾向が強く、一昨年のマルターズアポジーやキャプテントゥーレ、シャドウゲートなど人気の一角でもなぜだか500グラム加算されると構想してくれない傾向にあります。ただ58キロを背負ったダコールやマイネルフロストが構想しているわけですから、あんまり気にする必要もないかなとも思いますが、調べれば調べるほど500グラム加算された馬の成績が思わしくなく、過去30年で勝てた馬は1995年の藤山健山のたった1頭だけでした。最近で馬券に絡んだのも2006年の混合力士王とグラスボンバーの2頭が一緒にやってきましたが、このレースを勝ったのが59キロを背負った夏競馬の王様である名将街道。今年の500グラム加算された馬はミッキースワローということで、もし気になった方はあえて軸として嫌ってみるのもいいのかもしれません。最後に枠順別の成績を見ていきたいと思います。こちらが過去10年の枠番別の成績ですが、4枠の好成績が目立ちますけれども、副賞率という観点ではそこまで大差がないというのが現状です。ですので馬番別に見ていきたいと思います。こちらが過去10年の馬番別の成績ですけれども、1番や3番なども不審なんですが、13番から外が今一つという状況です。いやいや、ラジオ日経賞は14番のブレイキングドーンと13番のゴータイミングが来たじゃないのとツッコミが入りそうですけれども、今回はコバの重賞、コバ戦線となると実力差があまりなく、枠順や位置取り一つで差がついてしまうという現実が垣間見えるのがこのデータなのかもしれません。13番より外で馬券に絡んできたのは全て8年前から10年前。人気馬ならチェックはしておきたいですけれども、かなり恵まれた展開にならないことには、外枠の穴馬が飛び込んでくるというシチュエーションはちょっと考え物なのかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、七夕賞の展望でした。続いては、プロキオンステークスの展望に移りたいと思います。阪神や京都開催を混じっていますが、今回も過去10年のデータから気になる馬も探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、黒船賞や先玉杯でよく見かける短距離からマイルの重賞組がずらりと並んでいますね。昨年のマテラスカイがかつてのレコードタイムを1秒6も更新したことで注目が集まりますけれども、逃げ馬の活躍が光っています。マテラスカイの他には、コーリンベリー、大穴を開けたトシキャンディ、2年連続で馬券に絡んだ K.I. ガーベラと、10年中5年で馬券に絡んでいますので、今年も警戒をしたいところです。今年はすんなりとウィンムートが逃げるのか、マテラスカイとやり合って共倒れしたりするんじゃないかなと、少し心配なところもありますが、隊列を大きく左右する枠順発表を楽しみに待ちたいところです。そして、帝王賞も終わって、オフシーズンのダート重賞なので、大荒れなんじゃないのと思いきや、なんとなんと1番人気が10年中9年で馬券に絡み、2番人気も10年中7年も馬券に絡むという比較的落ち着いたレースとなっています。と言いますのも、JBC やチャンピオンズカップを目指す馬たちは、帝王賞を終えて秋まで休み、マイラーや短距離の賞金に余裕のある馬たちは、JBC スプリントを目指して東京杯あたりから始動と、上位級はベストウォリアーですとかインカンテーションあたりしか出てきていないということで、秋の大きな舞台を目指すのに確実に賞金を重ねたいと花息の荒い陣営たちがここに臨んできます。その証拠に馬券に絡んだ馬で前走1秒以上負けた馬は元日のたった1頭だけ、そして掲示板を逃した馬は元日に加えてブライトライン、トシキャンディ、シルクフォーチュンと10年間でたったの4頭しか存在していません。それだけオープンや交流重賞で上位級の活躍をしてきた馬たちが秋に向けて真剣勝負ということで、結構な確率で人気馬が上位に来やすい環境になっているのかもしれません。前走1秒以上の大敗を見せたサンライズノバ、ドンフォルティス、プロトコルとワンダーシャゼシュにとっては嫌なデータとなってしまいました。次に取り上げたいのは別定戦なんですけれども、金量についてです。こちらが金量別の成績ですけれども、59キロでベストウォーリアが勝利していたり、反対に54キロでも2勝していたりと、金量についてはそこまで気にしなくてもいいのかなと思いきや、57キロや58キロの馬がそこまで成績が良くないということが見て取れます。ですが、先に結論から言ってしまいますけれども、このデータは騙しのデータだと思っています。まずは57キロから検証しますけれども、ここ3年はカフジテイク、ノボワカラ、インカンテーションと3年連続で連帯しています。その前がセイクリーンズンしか馬券に絡まず、振るいませんでしたけれども、最近は人気馬がきっちりと連帯する活躍を見せています。そして58キロが一頭も馬券に絡んでないのは驚きでした。中身をよく見ますと、グレープグランデーやクラリティスカイ、サンライズバッカスと G1 馬ばかりがここに名を連ねており、どうしてかなとも思ったんですが、この馬たち、ほとんどが絶不調期にこのレースを走っていました。グレープグランデーとサンライズバッカスは前年の武蔵野ステークス、クラリティスカイは前年優勝した NHK マイルカップ以降、馬券に絡んでいない中での参戦ですので、不調期でさらに重量を背負うとなると、上位が厳しいということが分かりました。今年の57キロ以上の出走馬は、ウィンムート、サクセスエナジー、サンライズノバ、マテラスカイと前走全頭掲示板圏内、もしくはサンライズノバを除いては前走馬券圏内ということで、たとえ重量を見込まれていても、このデータにとらわれずに活躍できると思っています。続いては気になる馬をピックアップ
以上、気になる馬のコーナーでした。今週は七夕賞とプロキオンステークスの予想動画をアップする予定です。再び宣伝になってしまいますが、先週はここ最近で好調のオイルさんの予想家の取材に行ってまいりました。儲けさせてもらったのでいくらでも宣伝してしまいそうですが、平場の参考にさせていただければと考えています。また出資馬のブライトパスは来週13日土曜日の中京競馬に出走する予定です。こちらにもどうぞご期待ください。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。